ですが、やはりこの県外最終処分を実現させる、その実現可能性に関してですね、やはりこの原用化技術はちゃんと開発できていって、リサイクル材として活用ができていくことというのが、まあ、非常に重要であると私は認識しております。で、まあ、そのスケジュールをというご質問ありましたが、聞くところによると、このコストが非常にかかると聞いております。この原用化自体がですね、ちょっと私も専門家でないのであるかもしれませんが、1万立方メートルの処理に、最大10億円ぐらいかかるという話を耳聞きしました。これ2200万立方ですから、単純に計算すれば2200万かける10億円だ、最大10億円だったらですよ、2兆円か、2兆2000億ですか。まあ、こんなベラベラがならないとは思うんですけども、計算上はそうなるのかなと。で、この原用化技術が特にコストの部分でですね、どうなるのかに非常に関心を私としては持っておりまして、その辺のことに関して先生の方で ご指導いただければと思います。坂井参考人。はい、今の原用化がポイントというご指摘の部分でございますけれども、基本的に今、制御の対象として考える放射性セシウムというの性格ということを考えますと、基本的には30年という半減期をどう管理していくかということが一つのポイント、減衰いかに、きっちりと時間をかけて減衰させるかということと、それと、原用化がポイントになりますのは、基本的にセシウムは消えてなくなるわけではありませんので、いかにうまく分離させるかと。で、その分離させて、多くの、再度使えるリサイクル材を作るかという、こういう、まあ、ものの考え方になっていくものであろうと思います。で、今、おっしゃられました1万リューベ10億円というところ、ちょっと計算間違いしてないかどうか心配なんですけれども、1リューベあたり10万円というあたりになろうかと思いますから、今の廃棄物処理 の単価より少しちょっと高い、単価であろうかと思いますけれども、やはり今の放射性物質管理をしながらこういう、施設を作っていくということを考えますと、今おっしゃられた程度 のコストはやはり必要になってくるのかなというふうに思います。放射性のない普通 の廃棄物を処理するところで、やはりトン、リューベあたり数万円というところは必要でございますので、それから考えて少し高めの価格かなという認識がございますが、ちょっと計算間違いして おりましたら、ちょっと、お詫び申し上げればなりませんが、今おっしゃられたのは、ほぼ妥当な計算じゃないかなというふうに思っております。田沼隆史君。まあ、私も専門家なので、あまり間違えてはいけませんので、これぐらいにしてまた勉強したいと思いますけれども、まあ、そのコストの見通しというのも非常に議論していかないのかなと、いけないのかなという思いを新たにさせていただきました。で、あと、もう一つ、渡辺会長の参考人の方にもお尋ねさせていただきたいと思います。まあ、この千葉の問題の時もですね、やはりこの運び込みでバリケードができちゃったんですね。2012年の12月の時に地元の住民がこう